2022年8月末時点で、ロシアとウクライナの戦いは7ヶ月目に突入したよね。あっという間だったよね。ちょうどその時期からウクライナ軍の大規模な反攻作戦の開始が行われているんでしょ？ああ、9月上旬にはハルキウ州の大半の領域を奪還することに成功したと伝えられているぜ。そうだね。さて今回は、ついに7ヶ月目に突入してしまったロシア・ウクライナ戦争について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。これらのウクライナ軍の反攻作戦はそれまでの西側諸国の多くの軍事専門家の予想を良い意味で大きく裏切り、南部のエルソン奪還が有力視されていた反攻作戦の実際の展開は真逆の位置のハルキウ州となったと言えるよ。こうした状況を報道で知らせれた日本の中では、インターネット上を中心にしてマスメディアに解説役として起用される軍事や、安全保障関連の関係者たちの言動指摘が、全く当てにならないものだと批判する風潮も多いみたい。しかし近年の湾岸戦争やイラク戦争のように攻め込む側のアメリカ軍やイギリス軍が、相手であるイラク軍に対し質量ともに桁違いの戦力を投入したような戦争とはロシア・ウクライナ戦争は大きく異なるだろうな。ロシア軍はさすがに未だに総合的な世界の軍事力ランキングで第2位と目される陸軍を保有していることもあるからね。ああ、火砲や戦車等の装甲車両の数量では大きくウクライナを凌駕しており、これまでは数で圧倒を続けてきたぜ。そのためドネツク地方をめぐっては火力に勝るロシア軍が優勢に戦いを進め、最大時にはウクライナ側は火砲の発射数でロシア側の20分の1程度しかないと報じられるなど、劣勢な戦いを余儀なくされていたと思えるよ。ウクライナ軍には徐々に西側諸国から支援された兵器が投入され始め、特にアメリカが供与したハイマースやイギリスなどからの M270 マースの多連装ロケットで、長射程からの攻撃力を入手したことは大きな戦力となったよね。しかしこれらの多連装ロケット兵器は絶対数が少ないこともあり、最前線のロシア軍への攻撃ではなく、後方の指揮所や兵站線の破壊に重きを置いた運用が多く、ウクライナが反攻作戦に移るには別の兵器が必要とされてきたんだ。それこそがロシア軍の前線を突き崩して進撃するのに必須の戦車や装甲車などの重装甲車両であり、さらにこれらの進撃を支援することのできる戦闘機戦闘攻撃機等の航空戦力で、これらの兵器の支援が渇望されていたと言えるだろうな。ことに戦車においてはこれまでポーランド等の旧ソ連圏であった多数の国々から、T-72 系統のものが支援させてはいたんだけど、ウクライナ側が要望していたのは、西側諸国製の具体的にはレオパルト2などの新型車両だったんだ。こうしたレオパルト2などの支援に関しては、このゴミを呼んでもロシア側を、とに刺激しかねないと NATO も二の足を踏んでいる様相が伝えられており、今のところこれが解禁される展開というのはかなり可能性は低そうだね。また戦闘機戦闘攻撃機等の航空戦力に関しても同様であり、一時期は来年2023年に向けてアメリカ製の F-16 ファイティングファルコンの供与も視野に入っていると伝えられた一方で、その後の進捗は聞こえてきていないよ。ウクライナに対してこうした西側諸国製の比較的新しい兵器供与までには至っていないとおぼしき現状の中で、敵であるロシア軍がどのような環境下にあるかといえば、即効性は希薄だったとはいえ西側諸国の経済制裁が効いてきた兆候があるみたい。真偽のほどはまだ不明瞭ではあるものの、ロシア軍はこれまでの戦闘で砲弾やロケット弾の備蓄をかなり消費しつつあり、アメリカ等の一部の報道によればなんとあの北朝鮮からそれらの購入を行うのではないかとまで予測されているな。北朝鮮は言うまでもなくかつての旧ソ連の支援の下で軍備を整えているために、現在のロシア軍が使用しているものと同規格の砲弾やロケット弾を確かに保有しているわけだが、これが事実ならロシアの窮乏はかなりの水準にまで達しているぜ。北朝鮮としてはロシアからのエネルギーや食料等と自国軍が保有する砲弾や、ロケット弾の物々交換でも、経済的に破綻している国情からは大きなメリットがあることは想像に難くないよね。それにもとより国際的な世論にも左右されることなんかもありえないもんね。その点中国は経済的にも軍事的にもロシアを支援する体力は十二分にあるものの、貿易という観点から見れば西側諸国と完全に対峙する行動を行うわけにもいかず、またウクライナとの直接の関係性も深いため表立った動きはできないんだと思う。しかし今回のロシア・ウクライナ戦争においてロシア軍は、現在実戦投入が可能な自分の中では最新鋭機とも目されているスホイ35戦闘機を、少なくともこれまでに3機をウクライナ軍に撃墜されており、その補充を画策しているとも言われるよ。ロシア・ウクライナ戦争が近年の戦闘戦争に照らして得意である点の一つに、攻め込んだ側のロシア軍が制空権もしくは航空優勢を確保できず、したがって戦闘機や戦闘攻撃機等の航空戦力の投射量が少ないことが挙げられるな。
ロシア・ウクライナ戦争の開戦壁頭にロシア軍は、戦闘機や戦闘攻撃機などを用いてウクライナ側の航空基地や防空施設の排除機とした攻撃を実施しもののその目的を果たせず、今もウクライナの防空網を崩せていないもんね。そのため単純な航空戦力ではおよそ1200機もの機体を保有していると目されていたロシア軍だけど、先の州35島をはじめとしてそれらを有効に行動させることができず、すでにウクライナ側の発表では優に200機を超える損失を被っているんだって。撃墜された機体ってどうなるの？やっぱり回収されるの？ウクライナで撃墜されたロシア軍のスホイ35は、撃墜された機体が回収されアメリカやイギリスの調査機関に送られていると言われており、ロシア側が自称していたいわゆる第4世代戦闘機の中で世界最高峰の性能だと謳っていた中身が検証されるだろうな。スホイ35は前モデルであるスホイ27をベースに2008年に完成した戦闘機であり、ロシアの航空企業のスホイカンパニーが設計した双発エンジン搭載機で、長距離用途に対応したマルチロール戦闘機だと喧伝されてきたよ。ロシア軍ではスホイ35は2014年から配備が開始されており、最終的には150機から200機前後まで拡充される可能性があると見られてはいるんだけど、2022年時点では100機強に止まっているとの見方が大勢を占めているね。そしてロシア本国以外でこのスホイ35を唯一入手しているのが中国であり、2019年4月までに総額20億ドルほどの支払いで24機が納入されていることが明かされており、これをロシアが買い戻す可能性について言及している報道もあるみたい。ただし現実的に見れば中国が経済的に大きな自国の輸出先としている西側諸国との関係を悪化させてまで、わざわざロシアに州35を渡すことは費用を伴うとはいえデメリットの方が大きいため、実現することはないのではと考えられるな。スホイ35が機種部分に搭載するフェイズドアレイレーダーは、標準的なレーダー反射断面積の対象であれば 400km の距離で探知可能で、同様の射程距離を持つ KS-172 空対空ミサイルを兵装として搭載可能とされているんだ。このため KS-172 空対空ミサイルを装備したスホイ35は敵の早期警戒管制機の接近阻止が可能な航空戦力として、西側諸国では警戒されてきたんだけど、今回ウクライナで撃墜された機体の分析が進めばこれが事実かどうかも判明するかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。